自然の生き様が大切かなと思いますね。知識を得て腕にし、体得して心ですけど、この上は自然体、妙味の呼吸と私は言ってるんです。心ですりなさい。必ず明るい気持ちでいい髪をすくんだという心がけでやらなきゃ絶対ダメです。